教授、どうもこんにちは、シェフロキアです。サツコです。ということで本日はもうお店オープンしてから3週間ほど経ちまして、はい、で、まあ、だいぶ軌道に乗ってきたなってところですね。そうですね。はい、今日は、まあ開店前準備というか仕込みの部分と、まあ、ちょっと店内のね、いろいろオープンまでの準備の部分をお楽しみいただければいいかなと思います。では行きましょう。はい、じゃまずは、炭台のお掃除から、まあ、こんな感じになっているので、これはね、ではまずはカルパッチョからちょっと水浸しといて、ちなみに今作ってるカルパッチョが、こんな感じのくるむ感じのカルパッチョに仕立ててありますので、これを今日作っていきます。今持ってる鮮魚は、パスタで使ってるイワシとサワラで、カルパッチョ用のスズキ、あとは天然マダイ、またね、豊洲の仕入れの模様も取ろうと思います。小倉シェフはもしかしたらお話ししてくださったのかな、わかんないんですけど、僕も自分からね、市場の方に YouTube やってるんですよなんて言わないんですけど、最初から見てますって言って声かけてくださる方もいれば、なんかある日突然この間見たわよみたいな、ね、声かけていただいたりも最近あるので、もしかしたらなんか話してくれたのかな、わかんないですけど。で、いつもね、取引してる市場の方にもちょっとまたカメラ持ってくるんで撮影お願いしますよって言ってありますんで、トレビスの葉をですね、少しビネガーで軽くさっと湯がいていきます。で、氷水を用意して、ここもちょっとね、ビネガーを入れておいて、これもね、ちょっと軽くしんなりすればいいので、ささーですね、ちょっとペーパーでね、最後水を拭き取ります。で、結果ソースのような、ベースのものを作っていくのですが、ミニトマトとシャインマスカット、それからバジルと、あとね、これを使っていきます。ぬか漬けにしたきゅうり、はい、これで、ね、取り出したものでね、このぬか漬けの香辛大根ときゅうり、これをね、全部細かく刻んで、で、カルパッチョの中身に入れていきます。とりあえず使う分だけ、でこれを細かくね、刻んでいきます。コンセプト的な部分で日本の食文化をこう入れていくっていうのがありまして、まあ、僕の中のテーマなんですけどね、まあ、そこに発酵物とかも組み込んでるんですけど、今回はこのカルパッチョのところにぬか漬けを加えていく、そんなレシピになっています。まあ、僕レモネードのこのホワイトバルサミコ好きなので、これをちょっとかけて、あとオリーブオイルはプラネタのね、いつもので、塩、まあ、ぬか漬けは入ってますけれども、そこまでぬか漬け感はそこまで強く感じないと思います。じゃあまず葉っぱと魚を引いて、で塩で中に入れて、これをね、巾着のようにくるみます。で、このあと昆布の泡を仕上げにかけるんですけれども、あれただの飾りじゃなくて、やっぱりね、トレビス酢漬けにしてあるのでちょっと酸味があるんですよ。その酸味の角を、
昆布の泡が結構和らげてくれるプラス旨味の底上げって感じですね。内容はあの都度変わってきますので、こう動画見てね、同じのないっていうのはあるかもしれませんけれども、ちょっとそこだけご了承ください。でこれでサーモン真空にして46度で30分ぐらい低温調理にかけていきます。このツビリングヘンケルスさんから出てるこの真空機ね、このポータブルだし、これ USB でね、この電源が充電できて、まあ、とにかくね使いやすいんで、ちょっとまあ見ててください。そしたらこれをパコって外してここに当ててボタンを押すだけ。これ本当に使いやすい。でいろいろアタッチメントがあって、あのあ、まあ、ちなみにもうここで終わりです。これで今もう真空状態になってます。でアタッチメントがあってね、そのワインの瓶だったりとか、はい、こちらですね。もうこれとかもめちゃくちゃいいよね。なんか一回やってみるか、うん、取るときはもう今のねプシューで、ではめるときは入れて、4秒ちょっと、ね、もうこれで真空状態ですから、すこれめちゃくちゃ便利だよね。簡単だし、しかも鮮度保てるんで、ね、うん、まあいろんなアタッチメント出てるんで使ってみてください。あ、こういうのもありますよ。こういう感じで、まあ、この中には今ニンニク入れてあります。ちょっと保管しとくようなものとかは真空にかけとくと、もう香りも抜けづらいんで、ぜひどうぞ。ぜひどうぞ。ツビリングヘンケルス、フレッシュ&セーブ、フレッシュ&セーブ絶賛発売中アミューズの部分、前菜の一番最初のお皿が今カポナータにしていますので、これをねセルクルに詰めていきます。カポナータとラタトゥイユの、まあ、違いというか、まあ、似てるんでね、あの混同されてる方多いと思いますけれども、まあ、そもそもカポナータはイタリア、ラタトゥイユはフランスっていう国の違いはありますが、カポナータは絶対にナスを使うっていうところと、あと仕立ては甘酸っぱく仕立てる点が最大の違いですね。ラタトゥイユはあんまり甘くはしないと思うので、まあ本当にトマト煮っていう感じですけれども、カポナータはちょっと甘酸っぱい感じです。で詰めたら少し上から押さえてあげて、もうバッチリ茹でてあるので、これはもうそいで、あれするだけ、ミキサーにかけてね。ミキサーもツビリングさんの使ってます。これね、めちゃくちゃ良くてね、この量りモードとかもあるんですけど、これ例えばね、こうすると、このミキサーに乗せながら5グラム量れるんですよ。こういう感じで。今ちょうどまあ 100g じゃないですか。 100g なので、まあ 30% はじゃあ水分にしようという時には、じゃあ 30g 水分入れて、でミキサー回せばもう一発で。はかり付きってほんとね、めちゃくちゃ便利です。まあいつもこれ目分量でやっちゃうんですけど、昆布水で少し攪拌していきます。またゼロセットにして、100ぐらいでいいと思うんだよね。じゃあポタージュはもう小鍋にセットしちゃいます。このツビリングさんのやつ、なんか別に案件じゃないんですけど、これねもう一つ便利な機能があって、使い終わったらこの中に、水と洗剤ちょっと入れるんですよ。ちょっと入れてきます。はい、水と洗剤入れてセットして、そうすると洗浄モードというのがありまして、まあこれですね。これでねオンすると、はい、これで洗浄完了。まあ、あとは、まあ、軽くね、すすいで軽く洗いますけれども、まあ、一番はこの歯の周りの部分ってスポンジなかなか使えないんで、まあ、こういう機能があるとね、歯の周りも常に清潔。
今回のお店ではワインも結構出るんですけれども、ワインもね、炭火に合うものだったりとか、いろいろ料理に合わせてグラスワインもね用意しております。グラスワインは赤白が3種類ずつと、泡スプマンテですね、もう2種類、全部でねグラスで8種類用意してますんで、結構いろんなお好みに合わせられるんじゃないかなと思います。カルパッチョに合う白ワインちょっとお願いします。セレクトボ、はい、この昆布の泡、このね昆布の泡が和らげるんですよ、酸味の角を。で今回、サツコ氏がセレクトしてくれたワインがマージの白です。味合いは、白桃とかグレープフルーツのようなあのフルーティーな感じなんですけど、うん、ちょっとあのスパイスも感じるキリッとした白です。じゃあいただきたいと思います。いただきましょう。はい、すっきりはしてるけれども、確かにちょっとスパイシー感みたいなのあるね。サーモンちょっと上がっちゃった上がっちゃった上がっちゃった。いただきます。うん、いいね。トレビスの苦味の部分とこのスパイシーさがすごい合うような感じがする。うん、まあ、という感じでですね、あのワインもいろいろ今取り揃えておりますので、まあ、料理に合わせて何か持ってきてくださいって言えば提案しますんで、お問い合わせください。まあじゃあ閉めるか、はい、こんな感じで開店前準備の模様を少しお送りしましたけれども、今3時50分なのであと2時間ちょっとでオープン。営業風景の動画もまた撮ろうと思いますんで、固定カメラになると思いますけど、そちらもどうぞチャンネル登録をしてお楽しみに。もうなんか終了ですみたいな感じじゃあ。じゃあ。